はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂塚やっていきましょうということで、本日は第3回鳥金オーナーズミーティングの詳細プラスお願いがあって動画を撮っております。まずはじめにですね、この第3回鳥金オーナーズミーティングとは何かということですが、簡単に言うとオフ会ですね。オンラインでつながっている坂塚たちで、集まってですね、お酒を飲んだり、まあソフトドリンクを飲んだりしながら、みんなでワイワイ坂塚の話をしながら、盛り上がりましょうという会でございます。いわゆるオフ会ですね。こちらをですね、第3回ということで4月の11日の19時から予定しております。で、募集していてですね、結構たくさんの方に、参加してください結構たくさんの方が、参加してくださいます。で、当初予定していた、渋谷の会場がですね、人数オーバーになってしまいまして、場所を変更することにいたしました。で、今回は新宿で、19時から開催するということになりそうです。で、場所を変更することにあたってですね、もうお店を貸し切ってしまおうということになりましたので、大幅にですね、人数入れることができるようになりました。今だからちょうど、もともと予定していた会場より人数が溢れて、新しい会場にしたということで、まあもう開催2週間前にはなるんですけども、急遽ですね、箱が今度は大きすぎるというところで、人数もう少しね、参加していただけると本当にありがたいなと個人的に思っておりますので、そのお願いですね。なので、どうしようかなと考えられている方、4月のシフトが出て、11日行けるんじゃないかなという方、新宿だったら行けるんじゃないかなという方、あとはですね、もう参加決まってですね、もう、来ることが決まっている皆様もですね、坂塚のお友達がいるのであればぜひですね、誘っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。で、まあ第1回大会が、トリキンカップやって、第2回が、ノーガチャトリキンカップということで、ガチャさんは禁止の、トリキンカップをやってというところで、第3回も予定していたんですけども、SWCC が、まあ、このタイミングでね、運営さんが突っ込んできましたので、なんと当日11日はですね、 SWCC の決勝が行われます。ですので、このですね、オフ会、まあ、トリキンオーナーズミーティングの最中に SWCC の決勝が行われるということで、まあ、まず間違いなくですね、このトリキンオーナーズミーティングに、参加されるオーナーさん何名かは、決勝トーナメントでぐんぐんね、勝ち上がって優勝する可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますので、もうね、みんなで、優勝した方がその場でいたら、みんなでお祝いしようじゃないかというふうに思っております。当然僕も、優勝目指しておりますので、初の優勝がトリキンオーナーズミーティングの最中で皆様と、分かち合えたら、これまた面白いななんていうふうにも思っていたりもします。あとはですね、おそらくそれ終わりの9時21時半とか21時、どうなんだろう、まあ、そのあたりにおそらく5周年ですね、坂塚ロードトゥーワールド5周年の、公式配信がおそらくあると思いますので、これもですね、そのまま皆様で、5周年の、情報をですね、大画面でみんなで見て、どんな選手が来るのか、どんなタイアップがあるのか、5周年どんな形なのか、これをですね、みんなで見て盛り上がれたらいいなというふうに思っておりますので、全力でですね、準備しておりますので、ぜひですね、参加、悩まれている方はぜひ参加してみてください。まあ、もちろんね、オフ会とか参加したことない方ばかりだと思います。まあ、坂津区のね、オーナーさんたちの年齢を考えてもですね、なかなかそういう集まり、行ったことがない方が多いと思います。で、僕自身もそうでしたけども、いや、本当に坂津区を愛する人に悪い人はいません。みんなで楽しく盛り上がれること間違いありません。あとはですね、サネケンさん、それからガイエスブルクさん、そしてなんと今回初登場ウパンさんが、参加してくださいますので、YouTuber 3人全員揃ってですね、一気に盛り上がっていきたいなというふうに思いますので、本当にね、今回盛り上がると思います。で、箱を大きくしたので、全然ね、もう募集、待ってますので、ぜひ来たいという方は、DM ですね、 Twitter の方で DM を、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。